ちは。今日は2018年11月4日、いわき駅に来ています。これから常磐線で、茨城県の高萩駅まで行くので、簡単に動画にまとめてみました。それでは、運賃表を見てみましょう。それではご視聴ありがとうございました。